どうも、刺身です。アークやっていきたいと思います。今回はね、ちょっとまたモッドなんですけど、マップのモッドを入れてみました。マップの名前がシーブスアイランドっていうね、非常に面白そうなマップがあったのでね、ちょっとやってみようかなと思っております。で、一応ね、今日はそのマップを見て回ろうかなと思って、ちょっとプテラだけ用意したんですけどね、まあ、ちょっと色はね、皆さん気になさらず、まあ、ちょっとね、これもまあモッドなんですけど、これはね、おいおいちょっとね、いろいろ見ていこうかなと思ってます。あ、やっべ。あ、しまった。違う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 。お前待て、俺にフォロー入ってんのか。オッケー。お前ビビらせんな、お前マジで、本当に。オッケー。ほんとやめてよ、本当に。で、このマップね、何が面白い、お、なんだ。なんか望遠鏡が扱えるか、オッケー。このマップ何が面白いかって、まあ普通のね、いるかな。おらんね。まあ普通の、まあなんかアイランドをなんか、いじったような感じらしいんですけど、あ、マップ見てみるとどんな感じか。こんな感じのマップなんですよね。多分、まあ、中央になんかね、ごつい山っぽいのがありそうな感じだなっていうのと、やっぱり北西のところ、あそこが多分一番なんか あるんじゃないかと思ってるんだけど、このマップのね、一番の特徴はね、まあ、普通のアイランドの恐竜たちがいるっていうのはもちろんなんだけど、ああいう浮島とかもあるけどね。だけど、砂漠マップ？砂漠マップのね、恐竜たちもいるんだよね。カマキリとかさ、あの辺もこのマップ、ワールドにいるから、ね、ワイランドも砂漠マップの恐竜もどっちもいるからね、非常に楽しいんじゃないかと思っております。だから、エングラムも2つね、取れるんだよね。取ってできるんだよね。ちょっとリソースはまだ確認しないけど、サボテンとか、ああいうやつ。というわけでね、早速ちょっとね、このマップ見て回りたいなと思ってるわけですよ。で、気になるのがやっぱ浮いてる島だよね。こっちにも1個あるんだよね。雲で隠れてるけどさ、いけるかな、あれ。どんな感じなんだろう。ちょっと見てみたいね。上何がいるのか。だから多分 Y バーンとかもいると思うんだよね。Y バーンとかもいたらさ、絶対いいよ。Y バーンかっこいいもんだって。あ、いけるじゃん、ここ。何ある？あ、クレートがある。お？なんかクレートありますね。おお、いいですね。あ、クレートがあるの、ここ。じゃあ装備しよう、せっかくだから。ね。眩しい。眩しくてやべえ。お、なんか続いてるよ、ここ。すげえ、水もあんじゃん。なんだよ、ここ。やばいね。明らかなんかもうこんな自然にできたような感じしないけど。めっちゃ人工物っぽいよね、これ。人が作ったっぽい感じになってるけど。あ、このあれなのかな？上にはもしかして、クレートがあるのか？向こうもそうなのかな？すごいね、浮島。お、なんだ、何ここ。何？何ここ。なんかやばそうな感じのものがございますが、ここに。クリスタルとかあるね。あれ？ん？あれ、オイルか？これ何？これ明らか人工物じゃんよ。すげえ、なんじゃこりゃ。スピノだ。なんか色がえぐいね、スピノ。色えぐくね、スピノくん。何？コンフィ、なんとかコンフィレグレントスピノ。いいですね。うわ、何これ。めっちゃ、あ、硫黄だ、硫黄。ほら、だからやっぱ砂漠マップのリソースもあるんだ。ね。サボテンとかは見えんけどさ。おう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 おお、なに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 。なんかえぐい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 。えぐいよ。うわ、アルゲンいいね、あの色。綺麗。今回の恐竜、こういうね、結構カラフルなね、綺麗な恐竜たちが多いから、非常に楽しみなんですけど。ラプトルか。この辺結構危険地帯だな。結構な危険地帯。アルゲン欲しいな。アルゲン欲しいけど、まだいいや。ちょっとこっち側行ってみよっか。どの辺だ、今。この辺か。まあ、この辺はでも結構あれなんじゃないかな。まだ難易度的には優しい方じゃないかな。さっき俺が行ったら、ところら辺だからね。ちょっとあの上も見てみる？この上見てみよう、じゃあ。
なんかえぐいの言ったらやだよ、ほんとやめてよ。すげえ、雲の中に。おお、何これ、神秘的。うわ、すごい、すごいね。何もないのか、ここには。恐竜もいないのか。いいね、ここに拠点とか作りたいけど、めっちゃあれだよね、移動が不便。あ、そっか、でもピックアップの持って入れてるから、最悪まあピックアップしてね、上に連れてきゃいいだけの話だけど。せっかくだったら浮島とかね、あれしたいけど、あのレックス何、超かっこいいじゃん。おお、渋。いいね、あんなのもね、後々欲しいけど。下にもいるね。アンキロさんとかとやっとるわ。めっちゃいるじゃん。ここ何？あ、ここ洞窟だ。洞窟だね。おお、ブロントちゃん。落ちていく？それ。大丈夫？大丈夫？君たち。それ。レックスに絡まれるよね、絶対。あ、レックスってブロント絡まないっけ？あ、絡むよね。そうだよね。絡むよね。なんか、テクスチャーがめっちゃのっぺりしてんだよね。なんだろう。入れるかな？違った。洞窟じゃなかった。なんか裏側についてた。で、ここはレッドウッドか。綺麗な、アルゲン。いいな。あ、この辺か。このままこう行くと中央のあれか。お、ここか？中央は。違うか。あれ？これさっき、ん？さっき来たとこか？違うかな？あ、さっき来たとこか。そうだね。ここもでもリソースいっぱいあるな。赤い救援物資降りてくるか、ちょっと見てみる。ここいいな。ここに拠点作りたいけど。来た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 。これ大丈夫かな？生きてるこれ。永遠取れんぞ。あ、いけるわ。めっちゃ入ってる。何？めっちゃ入ってんすけど。これ何？スキン？あ、マンティコアのスキンね。はい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 。あ、そうなの？こっちが北か。あ、え、ちょっと待って、何あれ？あ、やべ、骨とかもいる。何？あ、骨のケツだ。あ、やべ、何した俺今。あ、そう、飛んでんのなんだよ。あれさ、あれじゃない？俺思うんだけどさ、ドードレックスじゃない？これ。じゃ、ドードレックスじゃない？ドードワイバーンじゃねえ？あれ。え、これドードワイバーンだよね。ほら、ドードワイバーンだ。すげえ。ワイバーンとかいるな。やべえぞ、これ。相当やばいかもしれん。ドードワイバーンいるか。あれ、テイムできっかな。ワイバーンもいるね、いるね。いいね、いいね、いいね。ワイバーンは欲しいぞ。あと、どこに拠点作るかだな、ほんと。それまだ決めかねてるっていうか、ね。まあ、そもそもちょっとこのマップ全然わかってないから。あ、ほら、あそこ、あれ何あの鳥系。プライマルトリケ。すげえな。ほら、こいつとかいるんだよね。モレラトプス。この上もなんかあるね。上行ってみるか。この上なんか恐竜たちいるのかな。まだ？この上には恐竜いないんだな。めっちゃいるじゃん。鮮やかなサソリ。え、これロックエレメンタルとかもいるのかな。ちょ、まぶしいまぶしいまぶしい。ああ、いいけどな、場所的にはな。水もあって、綺麗だし。でもやっぱ上は使いづらいかな。何の音？
何の音？何の音？ロックエレメンタルおるわ。これコウモリだよね。この音楽何？やんだ。え？この辺から聞こえるぞ。あれか。あれじゃね？見えねえな。あいつなら多分。あれ何？何あいつ？人！ 人がいる。は？何あいつ？デストロイヤー？怖いんですけど、何あいつ？あれ敵かな？え、あれテイムできたりすんのかな？何あいつ？つかめっかな。やっぱやめといた方が良さそうな気がする。今はやめとこう。あ、ロックエレメンタルおるね。いいね。ここは？お、なんかすげえぞ、ここ。なんだこれ。お、なにここ。ん？これ洞窟か？なんだあの。クリスタルのあの緑色のやつは。なんだ？何の資源だ？初めて見たぞ、あれ。うわ、なんかやばそうな気がする。ここなんか洞窟っぽいな。これが滝の裏側か。あ、雲とかおるね。なんだ、ここ。なんか洞窟がなんかここに固まっとるのか、これは。いいね、狼くん。狼くん欲しいわ。なんか、ちょくちょくこういう建造物あんだよな。こっちの先行ったらなんかあるのか。なんだろう。わかんねえな。俺今これどの辺にいる？ほんで。あ、もう結構北なのか、これ。あ、サボテンとかあるわ。あるね。マップ自体はでもやっぱそんなに広くないね。うん。ただ、その中にギュッとなんかいろんなものがいるから、これは楽しいんじゃないか、非常に。アノレックスかっこいいな。あ、何あの燃えてるアンキロ。かっこいい。そしてあの、何あのテラバードなんかつけて。かわいいんですけど。プライムだって。何あのテラバード。超かわいいじゃん。あんなのいいの？あら、アンキロやられちったか。ロックエレメンタルもめっちゃいるな。こっちら辺はやっぱちょっと危険な地域だな、これ。ね。カマキリいるか、カマキリ、ほんで。うわ、あのアンキロかっこいい。燃えてるぜ。あのトリケもいいな。やっぱあの辺だな。あの辺を集めていく感じだな。多分恐竜としては。もう恐竜のモッドはね、何だったっけな。何だったっけな。P から始まるやつなんだけど、何だっけな。P から始まるやつったって分かんないよね。何だったっけな。忘れちゃったな。まあでも多分種類的にはアークカムザライブに近いんじゃないかと思うけど、どうなんだろう。こっちのアーティファクトらへんは？ラプトルとかか。島でも水があるとね、結構あれなんで。あ、またいるじゃん、あいつ。違うか？あ、トリケか。なんであれ、なんか上にバーが出てんだろう、あのトリケとか。ん？サードトリケ？何あれ、なんか上に、なんか角にさ、なんかトリケラついてるよ。あ、何？あのトリケラかな？この音楽。人っぽいやついないよね。え、なんだろう。向こうにもいるな。あ、来たのだ。あ、すげえ、あれ。うお、かっこいい。なんだよ、これ。やっべ。
こいいね。どうしようかな。俺、どこに拠点立てよっかな。まず。あれ、あの子じゃね？飛びネズミじゃね？飛びネズミ。飛びネズミいるじゃん。いいね。癒し。ってことは、この辺、砂漠地帯か。多分。あ、ほら、なんだ、リストロなんとかってこ、なんだっけ、このガーネもいるし。いいね、いいね。どの辺で俺は拠点を立てるかということなんだけれども、まずね、ちょっと腰を据えれるところ、デスワーム、デスワームおる。広きも、どこ行くなのデスワーム、あのまま怖いんで、ちょっと砂漠地帯はちょっと避けたい俺。さすがに。あそこは絶対めんどくさい。わあ、ドードバイバンいいな。欲しいな。あ、ビーバーとかもいるね。いいな、あのドードバイバン。綺麗。羽も綺麗し、いいね。こういうとこに作りたいっちゃ作りたいけれども、さすがにね。さすがに多分面倒だろうな。まあ、この辺がでもあれか。あ、ここ何？ここいいじゃん。何？アルゲンがいるぐらいで水もあるし。あ、ここいいね。ここにすっか。なんだ？何の音だ？なんか変な音がする。あ、ここいいじゃん。なんかあそこ燃えてるやついいね。あ、あのアンキロだ。あ、いいね。ここにしよっかな。あ、ケツだ。あ、やべ。敵対しよった。敵対すんの、お前。敵対するんかい。オッケー。ちょ、ガンマ開けるか。あ、ここいいね。ここにするかな。なんかいろいろとなんかやばそうなやつもいるけど、こいつら駆除すればなんとかなるんじゃないかと思っております。で、こっち側行くと、ちょっとね、いろいろとなんかやばそうなやつたちもいるけど。あ、でもアンキロとか、もう俺ら、あ、この辺か。うん、あれもいるのか。砂漠系がいるな、ここでも。そっか。これどの辺ほんで。ここか。ち、うん。リッチ、でもここをボーンって閉めちゃえば、なんとかなるかな。でもそんな気しない？ね、いいじゃんね、あそこ、ここ。ちょっとぐるーっとなんか囲まれてるし、ここにしよう。何あれ、何あれ、何あれ、何あれ。あ、イクシオザウルス、あれ。どこ行った？何あれ。めっちゃ燃えてるけど。大丈夫？大丈夫あれ。どこ行った？あ、エクショザウルスだ。こっちのは？あ、トリケだ。あのトリケいいな。角のところになんかつけてんだよね。超いいじゃん。アルゲンタビウスか、普通の。あのアンキロもいいし。燃えてるぜ、めっちゃ。やべえな。よし、じゃあここにしよう。あー、綺麗。いいね。はい。というわけでね、シーブスアイランドというね、マップで今後ね、ちょっと遊んでいきたいと思います。多分これ1回じゃ終わらないから、まあ何パーとかに分けてやっていこうかなと思ってます。まあいろんな恐竜もいるしね、そういうのも見ながらやっていきたいなと思っておりますが、今回はね、この辺で終わりにしたいと思います。それでは皆様、さようなら。